保坂くん、あのさ、保坂くん、保坂くんっていつも女子のこと見てるよね。ごめん、別に変な意味はないんだ。ただねえ、着てみる。この時から私と秋葉のひそやかな遊びが始まった。かわいい。やっぱり保坂くん絶対このワンピース似合うと思ったんだ。あ、前に見てたスカートも履いてみる。あれ、どこにしまったっけ。ピンクや赤もいいけど、やっぱり今度ワンピースかな。秋葉は私がいつも見ていたのは女の子ではなく洋服だったこと、密かに自分も着てみたいと思っていたことに気づいていたらしい。それから私は毎日放課後は秋葉の家遊びに行くようになった。今日はね、この服を着てほしいの。そう、それからこれをかぶって今日は外に行こうよ。え、でもこんなのクラスの誰かに見られたら。大丈夫、誰も気づかないよ。さ、行こう。私はその日初めて女の子の格好で外に出た。最初は誰かに気づかれないか怖くて気が気じゃなかった。しかし、ほら、誰も気づかないでしょ。みんな他人の顔なんていちいち見て。